ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、老いぼれ赤まんじゅうよ。こんなの若くて可愛い巫女に対して、なんてこと言うのよ。まあいいわ。そうだ、今日も何か続々できることを教えてほしいの。霊夢は欲張りだな。じゃあ今回は、残念なミスで絶命してしまった人たち9000、を紹介しよう。絶命しちゃったシリーズね、これ大好きよ。世の中には恥ずかしいミスや、ぶっ飛んだ趣味思考のせいで、絶命しちゃった人が結構いるんだぜ。そんな人たちの紹介動画、パート2だな。やったわ、お願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目は、自撮り棒のせいで落雷に遭い行く、だ。なんだか漫画みたいなお話ね。2015年、イギリスのブレコン、ビーコン国立公園で起きた現実のお話なんだぜ。登山中の4人のハイカーが自撮り棒を使って撮影をしていると、天候がみるみる悪化。自撮り棒を持っていた人に雷が落ち、もう一人と合わせて2名が亡くなってしまったんだ。めっちゃ怖いわね。でもよく考えたら、自撮り棒って金属の長い棒だもんね。確かに雷が落ちても、不思議ではないよな。そもそも、人が雷に撃たれちゃう確率ってどれくらいなの？人が一生のうちで雷に撃たれる確率は、およそ3000分の1らしいぜ。アメリカでは年間で24万人に1人が、落雷により死傷してるそうだ。もっと低確率かと思ってたわ。ちなみに雷に撃たれると10万から10億ボルトの電力が体を流れるらしい。ほぼ助からないぜ。雷が発生したら、自撮り棒はすぐに畳んでしまわなきゃダメね。次は、自作の目覚まし時計のせいで行く、だ。全然意味がわからないんだけど。これは1880年代のニューヨークでのお話なんだ。サム、ワーデルという男がいて、彼は街の街灯を夜になったらつけて、明け方になったら消すという仕事をしていたんだ。すごい、自動で切り替わる街灯がない頃ならではの職業ね。その仕事のために、サムはいつも自作の目覚まし時計を使って起床していたんだ。彼は普通の目覚まし時計と重さ約5キロの石を連動させて、棚に落ちた石がものすごい音を発するというシステムを作っていたんだ。いやでも目覚ましが作動する前に止めなきゃ、ってなるわね。そんなある日、サムは自宅でパーティーを開催する。部屋を広くするために、ベッドを石受け棚の下に移動させた。パーティーが終わり、サムは酔いつぶれてそのままベッドで寝てしまったんだ。ベッドを元の位置に戻し忘れたってこと？そうなんだ。翌朝になり、落ちた重しがサムの頭を直撃、そのまま天に召されてしまったぜ。言っちゃ悪いけど、本当に残念なミスで言っちゃったのね。仕掛けがちゃんと作動したせいで行ってしまったってのも、なんとも言えないよな。3人目は、自撮りインスタグラマー、絶景でうっかりしていく、だ。これはある意味、現代あるあるな生き方よね。1の動画でも自撮り絶命した人を紹介したんだけど、みんな自撮りインスタグラマーにだけ謎に厳しいんだよな。私はみんなの気持ちがちょっとわかるわ。それで、この人はどんな最後を迎えてしまったの？この人は香港のインスタグラマー、ソフィアちゃんさんで、フォロワーも4万人以上いる人気者だったんだ。2021年の7月に、友人と訪れた滝で自撮りしてる最中、足を滑らせて落下してしまったそうだよ。めちゃくちゃ最近の出来事ね。ソフィアさんはもともと、険しい崖や絶景ポイントでの自撮りを売りにしていて、ソフィアさん自身も写真も本当に美しいんだ。けどこの日は運悪く滝に落下してしまい、絶命してしまった。インスタには3000件を超える追悼のコメントが寄せられたそうだよ。いくらいい写真が撮れて有名になれても、命を落としたらそれでおしまいなのにね。そうだな。彼女の場合、切り立った岩場でヨガポーズする写真もあったり、本当にギリギリの場所で撮影していた印象だな。自撮りが好きな人の犠牲者は、今後も増えていきそうね。それじゃあ4人目行くぞ。インドのマジシャン、脱出失敗し、行く、だ。これも創作話の中ではありそうな出来事よね。それが現実に起こってしまったから恐ろしいよな。2019年の6月16日、インドの人気マジシャン、チャンチャルラヒリさんが、水中脱出マジックに失敗し行方不明になってしまったんだ。翌日に、手足を施錠されたままの状態で、亡骸となって発見されたぜ。えぐいわね。念入りに脱出計画は立てていただろうに、悲しいわ。それがこの件、実はラヒリさんは自ら自死を計画していた説が浮上しているんだ。彼は脱出をすると申告した川とは別の場所でマジックを実行して、時間も1時間前倒しで行っていたんだ。河川を管轄する警察職員がいない時間を見計らっていたのかも、とのことだぜ。なんか、謎が多いわね。警察も、彼が慌てていたかのようにマジックを実行した理由は、謎だと言っているんだ。彼が本当にミスをしたのかもだし、自らの死を計画してたのかもだし、それか、周りの人にはめられてしまった可能性もあるわよね。そうなんだ。
この件に関しては、今も多くの謎が残っているみたいだな。5人目は、スウェーデン国王、禁止のせいで行く、だ。また意味不明な事例が来たわね。これは17世紀頃のスウェーデンの国王、グルタフ・アドルフのお話だよ。彼は北方の獅子王と言われ、スウェーデンの近代化も成功させた偉大な人物なんだ。軍人としても、政治家としても超一流と評価されているぜ。まさに英雄って感じの男ね。そんな偉大な人物が、禁止のせいで行っちゃった理由は ?30 年戦争の中のユッツェンの戦い、1632、で、グルタフは王でありながら全軍の指揮を取っていたんだ。戦場は霧と煙に覆われ激戦地と化していたが、グルタフは最前線で指揮を取り続けていた。けど彼は極度の近眼で、気がついたら敵陣のど真ん中にいたそうだ。そんなー、グルタフ。強く有能な軍人だったけど、敵陣で孤立してしまってはさすがに抵抗しきれなかった。グルタフは38歳という若さで、戦場で散ってしまったんだ。屈強な武将の最後を知っちゃうと、なぜか悲しい気持ちになるとき、あるわよね。そうだな。みんなも戦場に赴く際は、しっかりと禁止ケアを行ってからにしてくれよ。これ、そんな機会そうそうないだろ。って突っ込むべきなの?次で6人目だな。消臭スプレーをかけた青年、行く、だ。一体どういうことだってばよ。これは当時16歳だった、ジョナサン・ケープウェルのお話だ。彼は自分の体臭がとても気になっていて、デオドラントスプレーをいつも吹きかけていたんだ。そんな彼がある日、突然の心臓麻痺でこの世を去ってしまった。その原因がデオドラントスプレーだったってことなの?その通りだ。彼の血液からは通常の10倍のプロパンと、ブタンなどの有害物質が検出されたそうだよ。デオドラントスプレーのガスが蓄積し続けたことが、心臓発作の原因となってしまったらしい。一体、毎日どれだけの消臭スプレーを吹きかけてたのかしら?致死量に達するってことは、よっぽどの量だったんだろうな。コミケに訪れるオタたちにも、彼のような衛生観念が少しでもあれば、もっと快適な場になってるだろうにね。また急に毒づく。怖いからやめてほしいぜ。7人目も奇怪だぜ。不死身になるローションを体に塗っていく、だ。これはやばすぎ、何から突っ込めばいいかわからないわ。これは2001年のガーナでの出来事だ。ある男が、塗ると不死身になれるという、呪術的なローションを手に入れたんだ。彼は2週間そのローションを塗り続けた末、本当に不死身になったか確認をすることにしたらしい。確認方法は、友人に頼んで銃で撃ってもらうというものだった。え、やば。ぶっ飛びすぎ。まあ言うまでもなく、彼は不死身には慣れていなかった。そのまま命を落としてしまったぜ。なかなかに残念なミスというか、思い込みというか、けど仕方ない側面もあるんだ。ガーナ北部は違う派閥の住民との衝突が多いらしく、魔術がある程度信じられているんだよ。武器による被害も多くて、重火器に対して無敵になれることを期待して、魔術に頼ることも少なくないらしい。確かに、これは仕方ないかも。8人目は、ある意味現代的だな。エナジードリンク飲みすぎで行く、だ。噂ではエナドリ飲みすぎはダメって聞くけど、本当にある話なのね。そうだぜ。世界でも数件あるんだけど、今回は日本でのお話だ。2015年、九州地方の20代前半の男性が、カフェイン中毒により亡くなってしまったんだ。24時間営業のガソリンスタンドで、主に深夜帯に勤務していた男性は、日常的にエナジードリンクをよく飲んでいたんだ。亡くなる1年前から体調不良を訴えていて、吐いて寝込んでしまう日もあったらしい。なんだかかわいそうね。当日も吐いて寝込んでしまい、家族が救急搬送を依頼したが、時すでに遅しだった。カフェインの血中濃度が約70マイクログラム以上だと死亡例があるらしいんだけど、彼の血中濃度は182マイクログラムに達していたらしい。倍以上なのね、それほど大量にエナドリを飲み続けていたってことね。ちなみに、短時間でエナドリを約20本ほど飲むと、カフェインの致死量に達するらしいぞ。かなりの量飲んでやっと、致死量に達するのね。けどこの男性は、残念なミスって感じでもないわね。激務に耐えるために、仕方なくエナドリを摂取してた気がするわ。そうだな。エナドリを飲みすぎちゃう人は結構多いはずだから、みんなも注意してくれよ。これで最後だな。暴走車から飛び降り脱出、一人だけ行く、だ。映画の嫌なキャラのような最後ね。結構迷惑な話だから、びっくりするぜ。これは2001年にアメリカで起きた出来事だ。山道を車で移動中、急に車のブレーキが効かなくなってしまったらしい。なんと運転手は、8人の同乗者に何も告げずに、車から脱出してしまったんだ。え、マジで最悪じゃない、勝手すぎる。逃げた男性は頭を強打して、即あの世に行ってしまったそうだよ。しかも、残された同乗者は冷静に車を止めたので、怪我人も出なかった。
結局、自分だけ助かろうとした運転手だけが、助からなかったというオチだ。なんか、4コマ漫画にありそうなオチだわ。まあ、これはマジで残念なミスだと言えるよな。というわけで以上が、残念なミスで絶命してしまった人たち9000、だぜ。漫画よりもぶっ飛んだ理由で言っちゃった人ばかりで、お話として面白かったわ。実際に目の当たりにしたら、ちょっと嫌だけどね。そうだな。エナドリとか自撮り棒の件なんかは、反面教師にして自分たちも気をつけなきゃだな。また定期的に絶命シリーズの動画をお届けする予定だから、楽しみにしていてくれ。嬉しいわ、頼んだわよ。それじゃあ、今日の動画はここまでだぜ。考察や感想などのコメント、じゃんじゃんしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。